パワハラを働いたのはそっちだよ。は？店長は俺の上司だよ。パワハラ受けたの俺でしょ。矢沢先生、パワハラの定義を。パワーハラスメントとは、同じ職場において職務上の地位や人間関係の優位性を背景に適正な業務を超えて精神的身体的苦痛を与えることを言います。今回のケースは？パワハラは上司から部下だけでなく、部下から上司にも当てはまります。笹部主任が社長との優位的な人間関係を盾に首をちらつかせたのはパワハラに当たります。パワハラだけじゃない。ハラスメントで訴えると脅すのはハラスメント、ハラハラにも当たります。ハラハラ？何それ。いや冗談やめてよ。俺が被害者なんだよ。ああ、お前らみんな親父に言って訴えるわ。